はい、どうも、こんにちは。コマースオカラでございます。ということで、今回はね、早いな、始まるの。ってことで、今回、ドミネーションやっていきましょう。ってことでね、今回、こちら、マンオーってことでね、結構、後方の方からね、援護射撃できたらなと思います。早速、そこにいるぞ、一発当たった。そして、もう一回顔出して、おっと、なんかいるな、あれ。なんかやっとんな。もう一回顔出すんじゃないか。あそこにグレネードを投げてきたのか、あれ。ボーンっていうことで、そこにいるんじゃないか。あ、何やってんだ、あれ。あ、変なとこからまた来てますね、いうことで、今回は、こんな感じでね、もう後ろの方から援護射撃ですよ。援護射撃、いやー、ここでリローディングタイムが挟まる。こっから来るんじゃないか。まあ確実に B を守っていきたいんだから、 B は取られているんだよな。もう早速いるんじゃないか、あそこ。なんで？さあ B ダッシュ中、いいっすね。いい感じだよ。いいね、いいね。さあ定番位置に潜り込んで、そしてからの岡原さんはこっからね、じーっと見てるわけなんですよね。ナイス味方、オッケー。さあいる、変なとこから来てるな、あれ。さあ、ここで初めてのワンカットなんですけど、なんだな、それがね、いるね。何やってんですか、君は。何やってるんですか。よし、いいぞ、いいぞ。20対20っていうことで、1点差、いいね。22対21。いいよ、いいよ、いい感じで逆転した。そしてからの、こっちから来るんじゃないか。やっぱ、マンゴーね、トップの前のアプデで、結構、リロードが遅くなったね。まあ、改めて思ったんですけど、おっと、変とか、湧いてる。いや、いる。もう一枚いる。かましていく、オッケー。いいね、いいね。リロードからの、いるんじゃないか？オッケー、ナイス、オッケー、いいぞ。ちょっと一旦逃げよう。ユーブオンラインさせて。いやー、飛べ！オッケー、ナイス、よじ登り。そしてからの、こっちから、こんにちは、いいね、いいね。敵はね、僕さっき言ったとこにいると思ってるんですけど、さあ、こっから後ろを取りに行きましょう！オッケー、危ない、今のは。さあ、C 地点は敵にね、いくらでもくれてやろうっていう感じなんですけど、かましていく、アタッカーを切る、そしてエルスライクを出していく。いいよ、いい感じ。いいよ。来るんじゃないか。おっと、ここで、危ない、グレネード。そして敵さんが1枚、2枚と来るんじゃないか。さあ、いるね。味方さんがやられていく。そしてからの、ここからかましていく。オッケー、いいぞ。さあ、どうしましょうかね。ここで戦闘リーガン、パイセンを出していきましょう。でもって、いいっすね。伏せ打ち可能、不可能じゃねえぞ。ダメだぞ。そしてからの、ここからポンポコポンの、エルストライク落と、地味にリスイチ逆転言うか。逆になってる。エルストライクワンカットからの、岡原さん、こっからこんにちはーす。そして、味方、セントリーガン三段構えみたいな感じになってるんですけど。そしてからの、こっちから来るんじゃないか。てかね、味方セントリーガン多すぎる。本当に。ここもセットするべきなの。わかんないけど。チーデスと違って、やっぱドミネーションもなんか、ドミネーションならではのところにセットするっていうとこあるかもしれないですけど、ちょ待ちな。来るんじゃ、おっと、グレネードやめ。オッケー、カラーのかまして。おっと、もう一枚いるね。さっきのやつ、オッケー、かましていく。いいぞ。いいペースだぞ。そして、いや、武器がね、どっか落ちてませんか。あ、なんかある。いやー、いい子だ。クーだ。オッケー。そして、なるほど。かましていく。いいね。さあ、これ、クーダも少ないやないかい、弾。なんでこんな弾少ないねん。ちょっともらってみましょうか、これ。ICR、オッケー、いいぞ。弾もたっぷりゴリゴリ入ってますね。いいっすね。ちょっと大丈夫か、お前。反射だったぞ、今。かましていく、頭出し。そしたら、ここもかましていく、オッケー。いやー、いいよ。エルストライク、パイセンは、こっから、ちょっと待って。ちょっと待って。あー、B 地点やばい。ちょっとやばいぞ。いいっすね。ちょっと待てよ。いるんじゃないか、そこに。かましていく。うわ、よろしいね。いいっすね。ちょっと待て。なんだこのナメプ。オッケー。いいぞ。いけ、セントリーガン頑張って構え。さあ、うわー、なんだ、EMP システム？あー、びっくりした。EMC システムじゃないっすね。ってことで、こっからかましていく。いいね。危ない。セントリーガンキル、ナイスだぞ。よし、いいぞ。頑張り構え、セントリーガン2周目。いいね。二体目のセントリー、あっと、あれ危ない。あれはね、無理していかん方がいい。敵さん絶対ガン見してるもんで、ああいうところは、もうチームデスマッチの立ち回りね。てかね、チームデスマッチの立ち回りになったのは途中から。いいか、大丈夫か、セントリーガン。大丈夫っぽいっすね。オッケーっすね。ナイス、いいよ。セントリーガンでね、いやらしくね、殴り殺しにしたって。さあ、スナイパーパイセン怖いな、これ。おっと、こっから回り込んで、いいぞ、岡原が行く。大丈夫だ。任せろ。大丈夫だ。オッケー。ってことで、100対72ということで折り返し地点ですね。さあ、奥原のセントリーガンしっかりとね、遠くを見渡して、さあ、敵がいるんじゃないか。そこにいるやつ、ロックオンからの綺麗にかましていく。いいね。味方さんもここから様子見しを確認したっていうことでね。いいね。いいっすね。いい感じ。いや、すごいな。点差がやばいな。っていうかね、敵さん涙目やろ、これ絶対。まあまあ、そんなことは気にせずにね、どんどんね、点差を離していきましょう。さあ、しっかりと A 地点を取って、さあ、スナイパーは多分見てるから、さっきのロングはね、あえていかんようにしましょう。あえてね、さあ、B 地点が取られている、そしてからの、
ん？いるね。うわ、タイミングがじゅ、おっと、いるね。かましていく、かましていく、オッケー、いいっすね。そして、ちょっと、やらしく、そこにいる、んどうしようかな。こっから来るやつ、こっからいるね。そして、一発当てていく、もう、おっと、足に当たったぞ、あれ。あと一発、絶対、あそこね、ベッドのところで持ってるぞ。味方にちょっと行ってもらおう。そこ、右、右、右、おっと、いる、いる、いけ、いけ、いけ、頑張れ。おっと、そこでかましていく、ナイス、味方、オッケー。さあ、もう一回、ここで変な角待ちをしつつの、おっと、スナイパーに抜かれた。大丈夫か、どんまい。で、持って、B 地点、B 地点入っていきましょう。B 地点、グレネード1個投げといて、ここで B を一緒に入って、さあ、さあ、いるね、そこにいるやつ、オッケー、かましていく、危ない、危ない、危ない。いや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 、いやいやいや、変なところ湧いたのな。そ、ナイス、味方、オッケー、B 取ってくれた。いいね、いいね。さあ、どん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 点差を離していきたい。そしてからの、こっちから来る、来るね、いらっしゃいますね。さあ、マンウォーの強みを生かして、ナイス、味方、いいね。いやー、中央いるね、なんかスモークが鬱陶しいな。スモークやっても無駄だぞ、そんなとこ抜ければな。抜ければ何も意味ねえからな。オッケー、いないね。大丈夫ね。まあまあまあ、それはね、いいや。味方に任せましょう。オッケー、スナイパーさん以外にね。お、かまして、いけ、かましていく、ナイス味方、いいね、いいっすね。そして、上にいる。上にいる、下にいる、どっちにいる？ん？微妙だな。もう一回こう、上ピョコンって来るんじゃないかと思うんですけど、微妙なとこやな。ここ、ここ、ここ。ん？意外となんか引いてってるな。そして、下で暴れている味方、まあ、B 地点がやばいじゃないですか。B 地点やばいじゃないですか。いやー、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。よろしくない。これはよろしくない。トロフィー持ってくればよかったな。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。ナイス味方、オッケー。かましていく、オッケー、オッケー、いいよ、アタッカーキル。そしてからのグレネード1個投げといて、一旦飛行、一旦飛行、これは。ナイス、オッケー、グレネードキル。そしてからの2回ニーズド1枚。マンゴー13発で大丈夫か、これ。13発で大丈夫か。おっと、もうあいつがな、あいつタイミングが悪いな。クーダかいいな、クーダも使いたいな、ちょっと。アサルトライフル変えようかな、なんか。KN とか、そんぐらい持ってこっかな。ちょっとマンゴーだとレートがやっぱ今日の気分じゃねえな。レート早い方がいいし。いやー、大丈夫か、お前ら。大丈夫か。もう一回顔出してくるんじゃないか。さあ、敵さんちょっと本気出してきたな。まずいな、これ。まずいな。あー！ KN 持ってみましょうか、次。ちょっとまずいな、ね、まずいパターンだね。58点、58点の、158点の、ちょ待ちな。ちょ待ちな、そこに、にゃん！またカウンター UAV 出てるやんか。誰も落とす気はない。ドミネーションってあんまり、そうなのかな、やっぱり。誰も落とさないもんね。うまいね。うまいね。いるね。タロンパイセン、タロンパイセン、タロンパイセンと戦って、うわぁ、もうくっそ、くっそ、タロンパイセン、久々に出会ったな。IW だったらバルチャーをね、結構自分出してたりするんですけど、あ、やばいやついる。やばいやついるわ、あれ。オッケー、ケルベロパイセンを破壊していく。でもって、どうしようかな。B 地点がちょっとやばい感じ。敵がダッシュ中。これはまずいね。よろしくないもんよ。さあ、しっかりとね、裏の方からちょっと行きましょうか。よっこいしょっと。おっと、いるね。かましていく！オッケー！味方じゃねえ。敵さん自分のコンカッションで翻弄されとんな。しかし、岡原ね、コンカッション全然食らっていないんですけど、ここでね、出していきましょう。サイスパイセン。持って。かましていく！んなところで持ったって無駄だ。そして、からのかまし、味方さんいい感じだぞ。こっから、かましていく！オッケー！いいっすね。いいっすね、こっから。お、なんで、だから、なんでやねん、なんでやねん。ちょっと待てよ、こっから。ちょっとこれかもやな。そこに顔出して、いるか？微妙だな。来るか？もう一枚。オッケー！ちょっと待て、ちょっと待て。当たり判定どうなってないっす、味方なんだけどさ。これはもう勝ちがね、見えてきたでしょうっていう感じなんですけど、ちょっと待てよ。よっ、オッケー、ダッシュ切る、ダッシュ切る。味方さんに任せましょう、これは。さあ、どうだ？ B 地点。オッケー、ナイス、B！ いいね。いいっすね、いいっすね。なんか飛んできた？気のせいか。大丈夫っぽいっすね。オッケー、ナイス、味方。オッケー、そこでね、200対150っていうことで、前半で結構、点差を、ね、持ってきてたのが良かったかもしれないですね。ということで、ラスキルカメラ見ていきましょう。なかなかやっぱドミネーションって1位にね、君臨できませんね。ということで、ラスキルカメラいい感じでね、クーダップ愛戦決めてくれました。ということで、ここで今回成績戦のドンっていう感じで、32キロ14です。ダッシュの方が、2の防衛が6っていうことで、あんまダッシュができんかった感じですね。はい、でもスコアまあ4000超えたらいいかなって思うんですけど、味方さんの50キル以上してるやつが半端ない。ということで、今回こんな感じで終わっていきましょう。ご視聴最後までありがとうございました。以上、お返しとおかず、またね、バイバイ。ショットガン使いか分かんねえけど、そしてカラーのこっちにもいるやつをかましていきたい。よし、オッケー。ゲーム、早っ！いいやつみんなどこなんですか。おい、出たおばあさん、会社決めましたよ。おっぱい、イレイサー、イレイサー、えい、よし、もうワンカット、オッケー、オッチェック、テイト、おー、いいね、よっしゃ、よっしゃ、ってことで、これどうなるんだろうな、ここのマップのエルストライク、ちょっと地味にいるよ。さあ、エルストライク、お、嘘、いるんですよね、ここに。
さあかましていく。おっと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 、近づくもんじゃない。あれはまずい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 、火災です、火災です。よっしゃー、いけ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 、イエーイ、やった、馬で5キロぐらいした。あ、心が潤う。大丈夫です、